はい山本博史君え公明党の山本博史でございますえ本日は NHK の予算審議ということで前田会長をはじめ関係の皆様に伺いたいと思いますまず前田会長に伺います本年1月に会長にご就任され約2ヶ月が経過をいたしました会長は民間の金融機関でのご経験が長くまこれまでとは違うお立場でもありご苦労も多いかと思います前田会長は就任の記者会見の冒頭で 公共放送の使命を果たすためにしっかりと軸のぶれない組織運営をしていきたいと表明をされましたそこでお聞きしたいと思いますけれども公共放送の使命とはどのようなものであるのか認識されているのかまずお伺いしたいと思います、はい、日本放送協会前田会長はい、お答えします NHK の設立目的は放送法第十五条で公共の福祉のためあまねく日本全全国において受信できるように 豊かでかつ良い放送番組による国内放送を行うとともに放送およびその受信の進歩発達に必要な業務を行い合わせて国際放送および協会国際衛星放送を行うことと規定されております公共放送であります NHK は放送法を踏まえ公共の福祉のため広く視聴者国民の皆様の負託に応え自主自立を貫き 公平公正、不変不当を堅持して、豊かで良い放送を行い、これによりまして視聴者、国民の皆様の知る権利に応え、信頼される情報の社会的基盤の役割を果たしていくものと考えております。放送と通信の融合時代におきまして、放送を太い幹としつつも、インターネットも効果的に活用し、公共メディアとしてしっかり期待に応えてまいりたいと思います、はい、山本君。ありがとうございます。 多くの国民の受信料財源として成り立っているのが NHK でございます。今お話ありましたとおり、放送法の理念に基づいて、国民の知る権利と健全な民主主義の発展に寄与するように、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。NHK の令和2年度の予算では、受信料の値下げを実施するなど、事業収支は約149億円の赤字となる見込みとのことでございます。赤字予算は2年連続でございますけれども、 この赤字解消にどのように取り組むつもりなのか、またこれ以外にもさまざまな課題が山積しておりますけれども、解決していかなくてはならないと思います。そこで会長に伺います。会長就任以来初めての予算でありますけれども、予算への基本的な考え方をお伺いしたいと思います。前田会長お、お答え申し上げます。あの基本的にはあの、えー、この nhk の予算制度は収支はバランスするということだと思います。ただ、あの私はあのそうは言っても、あの単年度で常にバランスするというのは、このこれだけ変化が激しい時代におきましては、誠に申し訳ないんですけど、ちょっとやっぱり長期的に見ていただきたいと思います。特に今回の場合のように受信料を値下げするというようなことになります。と、赤字決算を組まないと下げられないというような。この。 会計上の問題もございますので、ここら辺あは基本的にはバランスさせていくというのは、私も銀行員ですので、赤字は好きでございませんので、基本的には黒字にしたいんですが、ちょっと2、3年の範囲でバランスさせるというような、少しの弾力性をお許しいただきたいと思います、はい、山本君。ありがとうございます。4月から3か年の経営計画が最終年度を迎えるわけでございますけれども、 令和3年度からの時期契、契約についても、これから議論が始まると思います。放送をめぐるこの社会環境の変化に柔軟に対応していただくと,とともに、こうした受信料の公平負担を徹底して、事業の効率化に取り組んで、この赤字額を減らす努力、努力をしていただきたいと思います。それでは次に、新型コロナウイルスの感染防止対策に関して伺いたいと思います。今月の12日に 総務大臣が NHK 国際放送に対しまして、新型コロナウイルス感染症に関する国内の最新の状況に特に類すること、こういう要請をいたしました。この要請に限らず、我が国の事実に基づいた最新の情報をです、ね、NHK のテレビ、ラジオ、国際放送によって発信をするということは、海外滞在の日本人の方や、またあの外国人観光客にとっても、 とてもま有益な情報源になると思いますまた今インターネットでも様々な情報が溢れております国内放送においては正確な情報を迅速に伝えることで国民の安心感につながると思いますそこでこうした新型コロナウイルス関連の情報発信にどのように取り組むのかお聞きしたいと思います、はい、日本放送協会木田専務理事 お答えいたします新型コロナウイルスをめぐって NHK では命と暮らしを守る報道の使命を果たすためテレビ、ラジオ、インターネットとあらゆる伝送路を使い最新の情報や支援策など海外を含めて連日お伝えしているほか視聴者の疑問や不安に答える番組を編成するなど取り組みを強化しております令和元年度の国際放送の実施要請の変更の要請につきましては 内容を検討した結果、これを欧託した場合でも、NHK の番組編集の自由を確保できると判断し、今月13日に欧託の回答を行いました。新型コロナウイルス対策の特別措置法が成立したことを踏まえ、NHK は指定公共機関として、今月24日に行動指針を策定しました、またその行動指針の英語版も公表したところであります。 この中では正確な情報の、えー、を迅速に届け安全安心を守ることほ他6つの柱を掲げておりますまあ NHK として NHK 全体としてこの行動指針に基づいて視聴者国民の皆様の役立つ放送サービスを届けるという使命を果たしてまいります山本君ぜひよろしくお願いしたいと思います次にオリンピックパラリンピックに関して伺います 新型コロナウイルスの影響で、東京オリンピック・パラリンピック、おおむね1年程度延期となりました、昨日、この7月23日に東京オリンピックの開幕日、またパラリンピックは8月24日開幕ということが決定したわけでございますけれども、大会までのスケジュールや施設とか人材確保、こうした運営面に加えまして、この大会の主役となる選手の代表選手などの競技面においても課題が山積しており、 さまな影響が懸念をされます午前中にも議論がございましたけれども、この東京オリンピック・パラリンピック競技大会につきましては、NHK 予算におきましても56年ぶりの自国開催ということで、最高水準の放送サービスを提供すると、こういうことを目指しておりました。これから放送内容等の変更等、さまざまな見直しが必要になってくると思いますけれども、しかしこの期を、この延期、 延期の決定のこの期を捉えまして、開催までの金をさらに高める質の高い番組をぜひとも提供していただきたいと思います。そこで今後、どのように見直していくのか、会長にお聞きします前田会長。お答えします。NHK といたしましては、東京オリンピック・パラリンピックの延期の決定を受けまして、放送サービスの見直しや、事業運営に与える影響などの検討。 精査に着手したところでございます昨日東京オリンピックにつきましては来年7月23日に買いマスクすることなどが発表されましたが延期された大会の詳細についての大会組織委員会や IOC などの議論を注視し,しながら放送サービスを適切に実施してまいります NHK といたしましては延期されましたこの大会につきましても引き続き最高水準の放送サービスを 提供することを目標に掲げ公共メディアとして適切に準備を進めて視聴者の皆様の期待に応えてまいりたいと思います山本君あの大変ご苦労は多いかと思いますけれどもあのぜひ内容の充実を目指していただきたいと思います次に人に優しい放送サービスの充実に関して伺います共生社会の実現に関しまして高齢者や障害のある人など誰もが快適に情報入手できるようにこの放送分野における 情報アク,セシビリティアクセシビリティの確保、これ大変重要でございます。総務省が平成30年4月に公表しました、放送分野における情報アクセシビリティに関する指針では、字幕の付与や解説放送、手話放送についても、数値目標が定められておりまして、さらなる拡充が必要でございます。特にわが党が提案してまいりました、国会中継における字幕放送、平成30年10月より、 本会議の総理の所信表明演説で実施実現ができたわけでございますこうした字幕放送の一層の充実にぜひとも努めていただきたいと思いますまた音声認識による字幕制作システムの研究であるとかまた新たな解説,解説放送サービスやコンピューターグラフィックスを用いた手話アニメ,アアニメーションのこうした技術研究これも早期の実用化を を目指して推進をしていただきたいと思いますけれどもこうした人に優しい放送サービスの充実に向けての取り組み、お伺いをしたいと思います、はい、木田専務理事。NHK では、2018年2月に策定された放送分野における情報アクセスビリティに関する指針にのっとり、字幕放送、手話放送、解説放送の拡充に取り組んでおります。具体的ににはは字幕放送に関しましまては 令和2年度の総合テレビにおいて普及、普及目標の対象となる午前6時30分から24時30分の間の番組では、98%程度の番組に字幕を付与する計画です。手話放送につきましても、令和2年度は地上波において、1週あたり4時間程度の放送を計画しております。副音声で情景描写などをコメントする解説放送は、 令和2年度は106番組で実施する計画です、まあ、いずれも拡充して、えー、継続して拡充に努めていきたいと思いますまたあの技術開発の面では、えー、高齢者や障害のある人など誰もが快適にご覧いただけるための人に優しい放送サービスをインターネット ICT も活用して構築することを掲げ研究開発をしております、えー、気象情報の手話 CG の研究や 自動音声認識字幕付与装置の実験を一部の地域放送局で行うなど、取り組みを進めております。まあ、今後もどのような課題があるか、公共放送として今可能なの、可能なのか、引き続き検討を重ね、すべての視聴者が見やすく、聞きやすく、分かりやすく、安心して視聴できる、人に優しい放送サービスの充実に努めていきたいと考えております。はい、山本君 あのやはりあの視覚障害の方々の解説放送や、またあの聴覚障害の方々の手話を含めてです、ねあの、ぜひとも研究も含めてえ、人に優しい放送サービスにえ取り組んでいただきたいと思います。次に受信料の負担軽減ということで伺いたいと思います。平成30年4月から、公益性の高い社会福祉施設への受信料の免除の対象が拡大をされました。このの件につきましては私も平成28年の11月 また平成29年3月、この党委員会での質問したほか、公明党が長年訴え続けてきたことが実現をしてきたわけでございます。この受信料免除拡大の対象事業は、小規模保育や病児保育や、手話通訳、介助犬訓練、小規模多機能居宅介護など、保育、介護、障害福祉など、25事業、約2万事業所、この総額免除額は年間約2億円になるわけでございます。 先日、新たに対象となった愛媛県松山市のこの小規模保育事業の施設を訪問させていただきました。まあ、大橋田理事長からは、年額1万6000円、BS も含めて約3万円の受信料ではございますけれども、こうした小さな声をに配慮していただいて、本当にうれしいと。また、一昨年の西日本豪雨災害、愛媛県も被害ございましたけれども、不安な中、NHK のテレビの災害情報を必死に見つめましたと。 テレビの必要性を実感しましたという声もいただいた次第でございます。また受信料免除対象になっていることを知らない施設もあるかもしれません。こうした対象施設への周知が求められますけれども、NHK に確認しましたら、現在約1万事業所、年間1億円の利用にとどまっているということでもございました。やはり受信料の免除を受けるには申請が必要でございます。こうした施設への周知、しっかりと行っていただきたいと思います。 また、親元などから離れて暮らす奨学金を受給している学生等にも、この受信料の免除制度が導入されておりますけれども、こうした方々への周知も大変重要でございます。こうしたの周知の必要について、見解を伺いたいと思います、はい、日本放送協会、松原理事。お答えいたします。ご指摘のおり、受信料の免除については、その対象となる方に対して、 えー、周知を徹底するということが大変重要であるというふうに認識をしております。でこのため、社会福祉施設や奨学金受給対象等の学生への免除の実施にあたってはです、ね、これまでもテレビのスポットやラジオ、あるいは、えー、ダイレクトメールの送付、えー、それから関係団体等へのです、ね、協力を得ながら周知を行ってきたところであります。えー、引き続き続、えー、免除のの対象の方にです、ね、周知が 届くようにですね。関係団体等への協力を要請も含めてですね、えー、ご案内の徹底に努めていきたいというふうに考えています。はい、山本君、是非ともこの点よろしくお願い申し上げたいと思います。次に災害報道に関して伺います。地震や台風などにより、毎年のように災害が多発しております。 また南海トラフや首都直下型地震、まあ、30年以内に起きる可能性は70%とも言われておりまして、今後の災害への備えがとても重要でございます。先日、NHK の総合テレビで東日本大震災から9年目の節目としての特別番組がございましたけれども、大変素晴らしい内容でございました。ここれれれまでで災災害害明らかかににななった数々のの課題や教訓を決して忘れることなく次生せなければ 命を守ることができません今回の nhk 予算の資料には安心安全を守るために防災減災報道緊急報道を充実し被災地の復興を支援すると書かれておりました一昨年の日日本豪雨災害の被災地ではラジオの役割も大変大きかったという声も聞きしておりますテレビラジオインターネットそれぞれの特性を生かして日頃よりこの防災減災に取り組んでいただきたいと思いますそこで災害から この国民の命を守る NHK の役割とは何か、こうした災害報道の充実に向けて、具体的にどのように取り組むのか、お聞きをしたいと思います木田専務理事。令和2年度の予算事業計画でも、安全安心を守るため、防災・減災報道や緊急報道を充実し、被災地の復興を支援することを重点事項の一つに挙げております。 委員ご指摘のように昨年の台風15号や19号の際には停電などの影響でテレビやインターネットを見られない方々に情報をお届けするためラジオで被災した方々に必要なライフライン情報を放送するとともに、まあ、番組内で今知りたいことや伝えたいことを募集して内容を紹介しました、まあ、テレビやインターネットでも自治体ごとの詳しい被害の状況やライフライン情報など 各地の放送局と本部が連携して被災地の放送局をその他の放送局が支援するなどして地域に密着した情報を伝え続けました引き続きテレビラジオインターネットなどそれぞれの特性を生かしながら早めの避難の呼びかけや被害の状況ライフライン情報をはじめ被災した方々に寄り添って生活の支援や再建に必要な情報などをきめ細かくお伝えしていきます また令和2年度は東日本大震災から10年目という節目に向けた1年になります力強く復興を進めている姿や教訓や課題の検証などニュースや番組で被災した方々に寄り,寄り添いながら様々な角度からお伝えしてまいりたいと考えております、はい、山本君ぜひともよろしくお願いしたいと思います最後にこの常時同時配信サービスに関して伺います今月1日よりこのインターネットで常時同時配信を行う この新サービス、NHK プラスの施行が始まってからおよそ1か月が経過をしました、明日から本格的なスタートになりますけれども、この放送と通信の融合、今後の大きな可能性を秘めております、えーまあ、そうした時だからこそ、民業圧迫に難度ではないかとか、費用のさらなる圧縮に努めるべきではないかとか、経営改革が必要ではないか、そうした課題の解消に向けて、まあ、積極的に取り組んでいただきたいと思います。あのその意味で会長におかれまして 冒頭申し上げました公共放送の使命を改めて考え新たなこの常時同時配信サービスに取り組んでいただきたいと思いますけれどもスタートにあたりどのような姿勢で取り組むのか最後にお聞きしたいと思います前田会長お答えいたしますインターネットが暮らしに急速に普及した現在放送だけでなくインターネットも適切に活用し視聴者の皆様に公共性の高い 放送番組や情報などのコンテンツを視聴できる機会を拡大することは NHK の使命であると考えております。NHK プラスはその役割を果たすための重要な手段と位置づけております。放送を見逃したときや、友人との会話や SNS で話題になった番組を見たいと思ったときに、スマートフォンなどのモバイル端末でいつでもどこでも何度でもそれぞれの場所や環境、スタイルで番組をご覧いただき、 日々の暮らしに一層焼け立ていただきたいと考えておりますまた放送の主張につながってもらえばと期待をいたしております放送と通信の融合がさらに進む中放送を太い幹としつつもインターネットを適切に活用することによりまして信頼される情報の社会的基盤の役割を果たしてまいりたいと思いますこの際委員の移動についてご報告いたします 本日、西田誠君および吉田忠智君が委員を辞任され、その補欠として、安江信夫君および蓮舫君が選任されました。